皆さんこんばんは。シラバスフランス料理担当の酒井敦です。いよいよもう11月も終わりですけど、まあまあ寒くなっていく中で美味しくご家庭で召し上がっていただけるお料理をご紹介します。今日は鶏ときのこのシチューです。材料こちら。なんか先週もそうでしたけど、今週もクリームしてますが、適度に召し上がる分には急に太ったりとかそういうことはありませんから、まあ、美味しく楽しく召し上がりましょう。量をまぶします。さっと表面の色が変わるぐらい炒めたら、にんにくのみじん切りをですね、オリーブオイルにつけておいたものを絡めます。でまた容器に取り出して、このフライパンの中にベシャメルを作る要領でバターですね、分量のバターです。バターを溶かして、でこういうこびりつきはうまみになりますから、ベラなどで削ぎ落として、で分量の小麦粉、牛乳、で生クリームですね。ここへ最初に炒めた鶏とニンニクを戻し入れます。付け合わせのきのこですね。そこへブイヨン 100cc ですね、加えて、ローリエ1枚でお塩をかけ、はい、ではシチューが煮込み終わりました。仕上げ、トマト、これはもう皆さんあってもなくてもいいです。最後は軽やかに仕上げるためにトマトを最後に加えます。
最後にエキストラバージンのオリーブオイルを回しかけて完成です。では早速試食をしていきます。熱々ですね。鍋一つでこう煮込んでるので、旨味がすべてこのお鍋の中、器の中に閉じ込められて、非常にこう素材の持ち味が生きてます。で今日はシンプルな材料、鶏と、きのこだけで作りましたけど、玉ねぎを加えたり、季節的にはじゃがいもも美味しいでしょうし、さつまいもや、里芋など、今日のレシピを参考にいろいろアレンジされるといいと思います。セボンです。